ビデオダイアリー、Video ary, April the t h ビデオ日誌、2021年4月15日、林ヤシ・です。こんにちは。不可解な事件、というとですね、2019年ですね、 12月、11月の終わりと12月の初めに2回にわたってですね、私がまあ制作してますビッ動画の中にですね、まあ、雷鳴音が入ったという事件なんですよね。はい。全く身に覚えのない音です。突然ガガーンとまあ音が まあ聞こえたわけですよねそれはあの制作中は全く、まあ、分かりませんでしたそしてアップロードをレンダリングするときも気がつきませんでしたアップロードしているときも気がつきませんでしたで動画になって YouTube で配信されてからその音がその動画の中に入り込んでいることが分かったという事件なんですね、まあ、その動画はこの後につながっておきますから、まあ、もし興味のある方が いいいいららっしゃいましゃまたらどうか聞ててみてくださいもう何度もね、ビデオ代理の方で紹介、まあ、し,たしていますと言いますか、紹介した事件ということになります。でですね、私今日こんなことを考えたんですよ。現在は2021年の4月15日ですけどもね、実はですね、2016年の9月26日にですね、その第5事件っていうのがあると。 日ある時まででも、その時にそ、その、急に、まあ、その、これから話します0.01%がですね、0.00001%になって、そして、0になったというわけでもないんですよ。で、それから、10月にもう一度、2回目の第5事件がありまして、11月に、今行くよっていうね、あの、声で、外に呼び出されて、まあ、その、V 字型の UFO を、 その見せていただいたわけです。それはもうこのようなものとは思われないほど、その美しかったですね。真っ黒の漆黒の物体なんですけども、綺麗でしたね。そして、その輪郭がですね、極めてクリアでした。目に染みいる,るような細いラインでまあ囲まれていたということですね。その、しかしその時はそのラインに気がつきませんでした。 とにかく輪郭が綺麗だったということは覚えてます。そしてその動き、形がですね、あの、まあ、要するに、一瞬、まあ、ちょっと、まあ、なんていうか一瞬見ただけで、このようなものとは思われない美しさとて言いますか、気品とて言いますか、威言とて言いますかね。まあ、なんていうかな、その、本当に CG で作ったようなね、あの、物体とて言いますか、まあ、そんな感じですね。まあ、それをま、見せていただいたわけですけども、 それでもやっぱり0.01%、0.001%の数字がですね、0%になることは、その時まだありませんでしたね。と思います。というのはこういうことなんですよね。私はあの、やはりこう、2012年の8月から現在の仕事をするようになったわけですけども、要するに謎解きっていうことになるわけですけども、そのきっかけっていうのはですね、まあ、一つはですね、1975年にですね、 私とワイフが散歩中にですね、夜中に散歩中に、やはりこう、無事形の得体の知らない物体を、まあ、見たわけですよね。ワイフも見て、私も見たわけですけども、それが、まあ、第一の、まあ、なんて言いますか、原,原点っていますか、まあ、なんて言いますか、その、にある原、原点でしょうね、なな,な,なっていてですね、なんとしても、あの夜、見たあの物体の謎を解いて、 見たい、解きたい、というような思いがあったんですね。で、それで2000年に、その、人に話すということは、まあ、その、そういった話っていうのは、人には話せない話。今でこそね、私 UFO 見た、なんてね、みんな軽々しく言っておられますけども、当時はそんなこと言っただけでね、まあ、なんてますか、もう、パッとこう、まあ、今、今風の言葉を言う使うならばですね、どん引きされたような感じになってしまうわけですよね。で特に私の場合は、教育、 関係の仕事をしていたってこともありましてね。UFO だとか、まあそうした霊スピリチュアルの話はタブーだったんですよね。またそういう話がですね、親の耳に入りますと、親の方がですね、やっぱり今度は子供を連れてドン引きしてしまいますからね。まあ仕事は成り立たなくなるわけです。はい。まあそれはそれなんですけども、それでまあ2000年になって初めて、 地元のね、えー、新聞社のコラムをずっと連載してましたので、初めてそのコラムの中で、そのあの1975年のですね、その真夜中に見た仏壇についてのその話を書かせてもらったわけです。はい。まあ、そういう流れがあるんですけども、その後ですよね、ずっと、まあ、もとした気持ちでいて、そして2012年の8月1日,1日からもう 主催にこもりきりになるようになったわけですよね。もう本当にこもりきりになりましたね。1日10時間、12時間という時間をボスの中で過ごしたっていうような感じで、もうそのこもりきりになってしまったんですけども、その時のことなんですけども、私はもうかなり早い時期からですね、UFO の存在、あそしてその UFO の存在がですね、まあ間違いないんだっていうことは分かっていたわけですけども、当然 UFO、 があ、まあ、存在するということは、それを操縦する、あるいはそれを、まあ、どこかでね、遠隔操作にせよですよ。その、操っている人がいるって考えるのは、これは当然のことですから、イコール、UFO の存在、イコール、まあ、私たちがエイリアン、宇宙人、まあ、ET、いろんな言い方しますけども、そういう人たちは、まあ、つまりそういうした、その、物体をですね、自由に乗り回すことができる人間よりは、はるかに知的能力の優れた人たちがいるっていうことは、もう、 確信していたわけです。ところがですね、まあその、ここで私のその、今、こうして振り返ってみると、精神構造をですね、振り返ってみると、二重構造性を持ってたの、持っていたということがわかるわけです。というのは、どういうことかというと、99%は間違いないと、いると、存在するっていうのを持っててもですね、 最後の1%、あるいはもうちょっと少ないれ0.1%、あるいは0.01%、その当時私はですね、エステの中でよく0.1%とか0.01%って言葉を使ったわけですけども、小さな小さな、なんて言いますか、隙間があるんですよね。えつまり確信できないわけですよ確。確信ってことは、まあ確信ですよね。 で、その確信ができないために、その来る日も来る日も、その、調べまくったわけです。しかし、やっぱり、その、どこかに小さな小さな穴が残るんですよね。その最後に小さな小さな穴を埋めるっていうことがですね、いかに大変かということは、その当時の自分を振り返ってみるとよくわかるわけです。で、あちこち調べて、毎日、こうした動画を発表してきたわけですけども、その都度、 100%じゃないですよね。何かこう、何て言いますか、噛み切れないと言いますか、やり切れないと言いますか、その、いわゆるその、やり残したという感じがすると言いますかね、その、不完全燃焼感と言ったらいいか、まあ、いろんな言い方ができるんですけども、何かしら、こう、つか、つかみどころのないと言いますか、その、ような感じで見ていたわけですよね。まあ、それでも99、99%はいるんだ。間違いないんだ。そうだ。って言いながらも、しかし、そう思う、 ドはですね、同時に99という数字を使った途端に1%は残りますからね。その残った途端に、なんて言いますか、ひょっとしたら私の間違いかもしれない。しかし確認できない、確信できないというような不安、不安感ですよね。それが常に付きまとっていた。 ことは事実ですね。ですからまあ、私今それなぜ考えるかと言いますと、例えばこれだけね、私がいろんな証拠を見せても、あるいはその、こうしたその証拠を添えた話を皆さんにね、お伝えしたところで、まあ皆さんの中にはですね、多分、多分ですよ。まあ、そうだろうな、そういうもんだろうな、 まあ、80%、90%はそうだろうなと思うんだけども、しかし10%はどうかなってな感じでの、まあ、パーセンテージで言うのはね、正しいことがどうかわかりませんけども、しかし、そうした意識っていうのは、多分皆さんも持ってらっしゃるんじゃないのかなと思いますね。つまり100、100%ではない。 ということからですね、それを裏返して言うと、何かしら、こう、不安感って言いますかね、不安定っていうか、その、なんて言いますか、その隙間がありますから、林の言うことは全面的に信頼することもできないし、信ずることもできないし、いや、まあ、それはあくまでも、なんて言いますか、世間でのね、まあ、その、話であって、自分の問題ではないんだ。 とということで、まあ、どこかにつかみどころのない、なってますか、やるせなさというか、やなそういうものを感じてらっしゃる人も多いんじゃないかって今思うわけですよね。 その当時の私がそうでしたからね。そして、その、なんとかその最後の0.01%を埋めたくて、また次の日も朝から仕事を始めるわけですよね。しかし、終わってみると、やっぱり0.01%残ってるんですよね。ですから、もう、もう,うんざりするほどそれが毎日続いたわけです。しかし、その0.01%を埋めるということはですね、実際問題としてあの当時の私には不可能でしたね。 実際にその、例えば、そうしたその UFO の存在というものをですね、その、まあ、ほとんど認めていたとしてもですよ、それはある意味で、なんて言いますか、刑事上って言ったらいいのかな、まあ、要するに言葉の上の話でしてね、えつまりその、なんて言いますか、実感、実感言いますか、実際の100%という確信にはつながっていかなかったわけですよね。それがずっと続いていて、2016年に、まあそうしたその、 まあ、大豪雨事件、第5事件、そして、今行くよ事件で、まあ、巨大な UFO を頭上に見せてもらったわけですよね。まあ、その時の衝撃、ショック、ショック、ショックですね。はもう大変なもんでしたね。恐怖感はなかったように思うんですけども、しかし、実際に足がすくんでしまったと言いますか、その、なんて言いますか、まあ、声も出なかったということになるわけですけども、まあ、とにかく、ショックですね。と、まあ、恐怖感もあった。 恐怖っていうと、お化けを見るとかそういう恐怖じゃなくて、ですねなんていうかな自分のなんて言いますか脳を信じられないという意味での恐怖感ですね、あれはね、あの脳を信じられないと言いますか、そのあともその、その前にもあったんですけどね、ね第5事件をそうです、ね、聞いた時もまず、まず最初に疑ったのは自分の脳みそですからね。そのいわゆる いよいよ、いよいよというかね、自分の脳みそ狂ったと思いましたからね。それは、あの、ある意味でね、大病を宣告され、まあ、いろんなね、検査の結果、あなたは何々ですっていうふうに、大病を宣告されるのと同じぐらい、私は怖いことだと、私はね、そういうふうに思ったわけですけども、怖いことだというふうに思いましたね。というのは、もう、脳が、自分の脳が勝手に反応するということですからね。ですから、その、 私は確かに聞いたんだけども、Wi-Fi 何も聞いてないっていうことからですね、あの、脳が狂った、脳が、まあ狂ったんじゃないかというような思いですよね。あれは怖いですね、本当に。怖かったです。むしろそちらの方が怖かったんですよね。で、今行方事件で表に出て UFO を見たときに、とにかくショックですよね。そしてそれを否定しようとする自分が自分の内側から外に出てきたわけですよね。これは頭のないカラスだってね、それはあの、 あの、そういうもん、ものかな、ってどういう心理なのかよくわかりませんけども、荒れないものを見たというような中でね、自分の頭が処理できなくて、それが、その、そのように、まあ自分の心の中で、もうその、緊張状態でね、叫んだということになるのかな、なんて今一思うと、そういうふうに分析できるわけですけども、要するにそういう状況になったんで、いわゆる、まあ、ショックと、まあ、恐怖ということになるわけですけども、要するにそれを、まあ、覚えたわけですよね。が、しかし、そんなことを経験しても、 0.01%の、その、あら000、0.0001%の穴を埋めることができなかったというような思いはありますね、どこかに。それ、その時にそのように思ったということは、今にしても思うと記憶にはないんですけども、しかし、まあ、だからといって100%というふうにして、まあ、なってますか、その、思うということはないですね。それは例えば、 例えば、夫婦でもそうでしょうし、親子でもそうでしょうけども、私はね、あなたを信じてるからね、俺はお前を信じてるからな、なんてね、いい。まあ、言い合うきっメンんていくらいでもありますけども、しかし、本当に信じてるかな、信じられてるかな、という部分では、やっぱり、相手が人間だと、どっかね、不安が残りますよね。親子でも残るでしょうし、親戚でもそういう、あの、思いはありますよね。はい、人間と人間の間においてはですよ。しかし、どうなんでしょうかね。 こう、UFO であるとか、エイリアンだとかとなってきますと、まあ、そ、それとも一緒に考えることもできないんですけども、要するに、その、頭の中からね、もう疑うという気持ちを全部拭い去る、0%になるまで拭い去るということは、 なかなか難しいんですよね、あれね。で、自分で今、その、その時のこと,ことをいろいろ今朝もね、思い出して、その、あの頃は0.01%とか0.001%という言葉をよく使ったなとっていうふうに思い出してはいるんですよ。そしてなぜ私が、その毎日毎日ね、もう分かってるのにやらなくてもいいのにと思ってても、また別のところから新しい事実を持って、 引っ張ってきて、発見して、そして、その、新しい謎解きをしていくっていうことを繰り返しながらも、結局は何をしていたかってったら、ある意味でその自分の中の、0. 0.1%、0.01%、0.001%との戦いであったわけですよね。で、それが、ま、私の謎解きの、まあ、ある意味での、まあ、なんて言いますか、定量を流れる原点であったわけですけども、で、今朝なぜそんなことを考えたかというとですね、今朝、 今も、朝って言いますかね、先ほどですけども、思い出したことはですね、あの当時はそのように確かに考えていたと。しかし今は考えてないんですよね。で、いつ頃消えたのかなってことをね、自分で考えてみたんですけども、まあ、いつの間にかですよね。いつの間にか、今はもうそんなこと考えませんけどもね、0.1とかそんなこと考えなくて、もう100%という言い方を、まあ簡単に使いますけども、その私が100%という 時にはですね、今もそうですけども、もう疑う余地がないという意味ですよね。不安感がないということですね。え、つまり、その、何もないんですよね。ですから、まあ、堂々とって言いますか、あの、堂々とってのもおかしいですけども、要するに、まあ何、何も考えないで、まあ、落ち着いて、まあ、自分を見つめることができる。そして自分の考えたことを皆さんにお伝えできるということになるわけですね。まあ、そういう意味では、まあ、 ある意味ね、不安定期から安定期に移行したということになるわけですよね。まあ人間というのは面白い動物でして、面白いというかみんなどんな、どんな動物でもそうなんでしょうけども、まあどちらか、どちらであるにしろ、ドッテンと転んでいるときには安定してるんですよね。例えば、無心論者なら無心論者でいいわけですけども、私は無心論だ、なんてね、ど ちゃんと座っているときは安定しているんですよね。ところがこのその無心論者の方がですね、得意な研究を経験をなさって有心論に移動するとき、あら移行するときにはですね、大変不安定なまあ、いわゆる精神状態になるわけですよね。でもそれはまあ心理学の世界ではフリップフロップ理論って言うんですけども、いわゆるその不安定期に入るわけです。その逆もあるんですよ。有心論者であってねずっと進行 活動を続けて進行してきた方がですね、ある日突然ね、その信仰に疑問,疑問を持ったと。そのただ今度はまあその信仰を捨てるって言いますかね、まあ、無信路になっていく、その過程の中で今度は、 不安定期に入るわけですよね。まあ、どちらであるにせよ、一方にコロリと、と、ガんと転がっているときには安定しているんですけども、まあ、一方から一方にまあ変化するときというのは、極めて精神的に不安定になるんですよね。つまり、緊張状態になり、まあ、例えばね、簡単に言えばイライラしたりね、いわゆる、まあ、その、怒りっぽくなったり、塞ぎ込んだり、まあ、いろんな現象を示すわけですけども、そういった状況になるわけですよね。で、今、その自分自身を振り返ってみるとですね、2016年にそういう豪雨事件 第事件あるいはいろんな事件をどんどん経験してきて2017年の11月からもう次々とそういう事件を経験して12月に入ってということで2018年に、まあ、今度はですね勉強会の方でいろんな事件が起きるようになったということになってそれを繰り返しているうちにですね今の私はどういうことどういうい状態かなというとキャプテンその部分については安定期に入ったということに。 なるのかななんてね。勝手にそう思ってますけどもね。勝手にっていうか、安定期に入ってますよね。あの、もうその、ドってんも転んでしまって、ドッかンとこう座ってる感じで、まあなってますか、それ疑いようがないということですね。 ただ、それを考えながらですね。じゃあなぜその私がですね、こうして事実を皆さんにお見せしても、信じない人は信じないし、まあしばらくすると忘れてしまって、また元の生活に戻ってしまうし、ということを皆さんも今繰り返しいらっしてるわけですね。あれの中にはですね、私と同じような経験をしながら、 どっんと座ってらっしゃる人もいらっしゃると思いますけどもね。そういう人はそういう人いるんですよ。どちらにせよですよ。あれはんその、そんな UF なんているわけないだろう。宇宙人なんかいるわけないだろう。どっかんと座ってる人は、どっかんと座っている部分で安定しているわけですよね。 そういう人は、まあ、あの、まあ、安定しているはゆえにですね、まあ、ちょっとやそっとではですね、ま、あの、まあ、なて言いますか、私の言っているようなことを信じてもらえるってことはないわけですけどもね。まあ、その、もう何,が何を言っても即座に跳ね返されるっていう感じになるわけですけどもね。しかし、そうではなくて、ひょっとしたら皆さんの中にも私と同じような経験をなさってですね、ドッカンと、まあ、言う、う、エイリアン、間違いなく言います。という感じでね、それから UFO は、 もちろん存在します。ってな感じで、ドッカンと座ってる人がいるわけです。も、まあ、そだけど、まあ、特、特殊な、得意な経験をなされば、まあそういうことになるんじゃないのかなと思いますけども、しかしそれにも時間がかかるということでしょうね。 ですからまあ私も2016年にそういう経験しても、まあそういう見た、本当だったらその瞬間にね、もうドッカンと移動すればいいんですけども、それから不安定期に入りましてね、極度の不安定期ですよ。翌年20、2017年の2月の中、初めですね。あの、私覚えてるのはね、初めにまで、もうとにかく不安定でしたね。 まあ、寄り戻し現象というのは起きましてね、要するに、信じる、しかし翌日になるとそれが不安定になって、いやあ、れは違う、嘘だ、嘘だだ、見てない、たいなあれはもう私の幻覚だって形でそっちの方を行って、そしてもう、日々にそれが起きるわけです、いわゆるもう、なんて言いますかね、不安定期に入りますとね、それが行ったり来たり、行ったり来たり、行ったり来たりして、だん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 深幅,幅,幅が小さくなっていって、それから周期が長くなるんですよね。 あの、当初は毎日1時間ごとにもう、なんだったった、なんだった、あれはなんだ、こうだ、こうだ、ああだ、ちゃうちゃうちゃう、そうじゃないんだっていう感じで大混乱するわけですけども、だん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 それがですね、あれはなんだったのかいや、間違いない。確かに僕は見た、そうだ。っていう感じから、それがですね、だんだん宗教がなくなって、ああ、あれはまあ間違いなく見た、間違いない。あれはもう私は、そういうことはない。見間違いじゃない。っていう感じで、そのだんだん宗教がなくなって、どっかんと落ち着いてくるわけですよね。 で、問題はその次なんですけども、じゃあ、私の立場で皆さんにね、こうした動画をお届けしする中においてね、皆さんにも、その、なって言いますかね、まあ、別に私に合わせてほしいとかそういうことではなくて、ドッカンとした部分を皆さんに、まあ、感じ取っていただけるためには、どうすればよいかという問題も、まあ、実はあるわけですよね。ですから、まあ、時々ね、動画を作りながら、まあ、 ねえ、それでそういう動画をよく見てくださってるんですけども、まあ、私の側から見ればね、やっぱりこう、どこか、なんて言いますかね、まあ、言葉悪いですけども、どこかトンチン感なね、質問であるとか疑問をコメントとしていただいたり、あるいは掲示板の方に書き込まれたりするとですね、もう今度私の方が、まあ、どうしたら分かってもらえるんだというかね、もう、いい加減に分かってくださいよ。 私の言ってることは全部、まあ、間違い、あの、ミスでは間違いありますよ。しかし、事実なんですよって言ってね、もういい加減にしてくださいよって感じでの、まあ、どこかね、投げやり的な、なんて言いますか、その、距離感を感じるわけですよね。で、その距離を埋めるにはどうするかという問題になってきているわけですけどもね。まあ、それが今、まあ、一つのね、今日の朝考えたテーマなんですよ。一体、ま、どこからどのように説明したらいいだろうかっていうふうに、 まあ考えていくわけですけどもね。というのは、今朝ね、まあ昨日ある方からまあそういうコメントをいただいたもんですから、今日はもう一度ね、あの、その問題について触れてみようと思ったんですけども、そのある方がおっしゃるにはですね、まあイエスがその十字架にかけられて処刑になったと、その処刑になったイエスは、 まあ、つまりは替え玉であると。それについてね、その方がおっしゃるには、それ、その人物が替え玉という証拠があるのかって感じで、まあ、コメントいただいたわけですよね。その気持ちよくわかるんですよ。で、しかし、その説明をするのに、まあ、たとにかくもう外堀を全部埋めなきゃいけませんからね、簡単にもう、そのストンとこの結論に行くっていうような謎解きではないんですよ。ブッダの謎は簡単に解けました。 これも簡単ですもう本当に数字で解けたという感じで解けましたね。ところがイエス・キリストの謎っていうのは2年も3年もかかり、それこそ動画をですね何百本も何百本も出して、積みあいわゆる積み重ねて今日に来て今に至っているわけですよね。そのプロセスをですねそれは1本や2本、10本や8本でね説明しろという方が無理なわけです。まあ、最も基本的なところから攻めなければなりませんからね。 だって基本的なところというのは、いわゆるミケランジェルにしろ、ダヴィンチにしろ、レンブラントにしろですね。あるいはラファエルにしろ、その前のね、アンドレデル・ベロッキオにしろ、シネル・レディにしろ、レディにですね。ドナテロにしてもですね、えー。つまりは、つまりは、あやずり人形であったということですよ。そこから説明してか、証明していかないいかにもなりませんからね。もっと言うと、ミケランジェル・ダヴィンチの書いた作品というのは、神が人間に与えた、まあ、絵画という方法で書いたメッセージなんだ。 逆に、その絵画の謎を解くことによって、神々のメッセージを私たちは読み取ることができるんだというところから、ま、証明し、それを分かってもらわなければならないわけですよね。もう、気が遠くなるほど、ま、その、時間もかかるし、ま、そういうその疑問を持っている方に説明しようと思うとですね、どこから説明したらいいかということで、ま、その、気が遠くなってしまうときがあるんですね。 もう、いわゆるその、私の動画ね、200本見てくださいって言ったところでね、例えばそういうわけにはいきませんからね、まあ、その、まあ、そういった動画を見てくださる方にしてみればですね、忙しいんだし、そんな時間ないよ、なんて言われますとね、もう何も私の方としてはすることもないし、って感じで、まあ、やりながらも何かしらね、やり、やり、やるせないと言いますか、やりきれないと言いますかね、何かしら、もう、 もう、もういい、わ、もうこれ、もうわ、わかってもらわなきゃもういいですっていうところまで言ってしまうと、まあね、言葉がありませんし、まああの、い、それを言ったらおしまいよっていうようなところになってしまいますからね。ですからそれは言ってはいけないんですけども、しかし、まあね、もういい加減に分かってほしいですよっていうような歯がゆさというのは常にある。で、それをどのように説明していくか、 っていう部分で、まあ、つまり私の技量がね、確か試されるということになるわけですけども、要するにその、なんて言いますかね、軽い、軽い、なんて言いますかね、デトロックに乗り上げたような、なんて言いますかね、感じっていうのを今朝ずっと考えていてね、持ちました。ですから、まあ、その人にもね、わかるようにということで、今日ね、今、今に5本かな、その、6本、計6本ですね、の動画を上げてですね、つまり、その、 イエス、処刑されたイエスというのは、怪玉だと。本物のイエスって言いますかね。もともとイエスの名のもとで人間を指導していた、シャマーシュイエスという人物、神はですね、その前にすでに殺されていたということを説明して、そして、で、十字架というのは、つまりは通じつま合わせのための、いわゆるまあ、 いわゆるまあ処刑、劇ということになるわけですね。階玉の、まあ、人間か、あるいはその、シャマシウエスに似た人物を連れてきてですね。そして十字架にかけて、まあ、十字架に、まあ、ローマ軍によって殺されたという、まあ、あるいはストーリーを作り上げたということになるわけですけども、まあ、誰が作り上げたかということはもう、多分、私の動画をご覧になっていただく、くださっている方はお分かりになると思いますけども、そういうことなんですよね。はい。 そういう話を、まあ、今日させていただいてですね、まあ、それを一つずつ、学、まあ、んでますか、こうこううこうで、ということで、まあ、説明させていただきました。で、今、たまたまそのレンダリングかけてる動画は、その、 6本目ということになるわけですけども、そのミケランジェロの動画にしろ、ダヴィンチの動画にしろ、ごめん、絵画にしろ、ダヴィンチのその絵画にしろですね。要するにトリキーアートだということです。いわゆる騙し絵です。隠し絵です。それがもう満載なんですよねえ。つまり裏を返して言うと、そうした絵をですね、なんて言いますか何も考えないでぼんやりと見ていてもですね、つまりはその向こうに隠された、つまりはその、 な、謎って言いますかね。まあ、神々から人間に与えられた伝言、メッセージというものを読み取ることはできないということですね。ですから、まあ、今日の動画を通してですね、皆さんに分かっていただきたいことは、まあ、つまりは、その絵画がですね、つまりは神から人間に与えられたメッセージであるということですね。ですから、普通の絵ではないですね。普通の絵ではないということは、人間には書けるはずもない絵。 とということになるわけです、まあ、そういう視点でね、まず見ていただいて、そしてその中に神々のメッセージ、伝言が入っている、それをまあ読み取っていただきたいということですね。で、あとはどうなるかということですけども、やっぱり時間がかかるでしょうね、今日皆さんの中にはです、ね、おお、そうか、そうだったのか、手にね、分かってくださる方もいらっしゃると思いますけども、しかし、それがです、ね、定着するまでには、ひょっとしたら何ヶ月もかかるということですよね。 つまり、そのおそうだったのかって言って、ですねはい、コロっと100%、ね、今までの無神路だった人が今度は有神路になるというような、合団というような、簡単な問題じゃないということですね。 常にこう、また明日からね、また私の動画、また見なければですよ、またその、ふら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 として、まあ、あっち行ったり、こっち行ったり、こっち行ったり、あっち行ったりを繰り返しながら、いわゆる不安定期を繰り返しながら、何ヶ月も過ぎる可能性があるということですね。では、どうするかという問題をやっぱり最後に話して、そしてまあ今日のビデオで終わりたいと思いますけれども、私の方としてはですね、つまりは、まあ、その、あっちから、こっちの方面から、あっちから、あっちの方面から、まあ、縦横無尽に、 縦横、いわゆる、まあ、布を織りなすようにですね、攻めていくしかないんじゃないかなと思っています。ある意味で繰り返しになりますけども、まあ、その繰り返す部分でね、つまりはその皆さんの中にはです、ね、ひょっとしたらですよ前よりも今度の方がよくわかるようになった。で次に聞いたらまた,またさらによくわかるようになったという感じで理解力にもそのいわゆる進歩。 っていうものが現れてくるんじゃないのかなと思いますね。ですから、まあ、林の動画っていうのはどこか繰り返しが多いななんてね、思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども、今日は、ともかくも、先ほど言いましたようなテーマで、特集を組んでみましたので、どうかそのあたりから、あまあ、そういう、もまあ、ある意味でね、目的を持ってね、まあ、動画をご覧いただければ、またいいんじゃないかと思います。あるいは今度はね、また別のところでミ、ミケランジョロ特集をやるかもしれませんし、あるいは未完の対策特集をするかもしれませんし、 まあ、いろんな角度からね。まあ、あれは騙しというテーマで、また取り上げたときに、同じような動画が出てくるかもしれませんが、ともかく、あっちの方向から、こっちの方向から、いろんな方向から、えつまりは、その、特集を見ていただいてですね。そして、まあ、皆さんに納得していただくということですね。これに時間かかるということですね。ですから、まあ、 結論的に言えば私の方からすればですね気長にねまあこうして情報を提供していくしかないんじゃないのかなと今日ねもう決定的な動画を見せたからといって皆さんがこっテンと転ぶなんてことはその期待してませんしそれはありえないと思いますで皆さん自身もそういうことなんですよねいくら私がねもう確かな情報を見せたところで。 まあ私の場合は10%、20%は疑われるでしょうね。それが0.1%になる、0.01%になり、0.001%になるには何ヶ月も何ヶ月もかかる。が、それでも最後の少し穴はですね、残るだろうと思います。それまで潰すためにはどうするか言ったら、要するに、あなた自身が、まあ自分でね、そういう私がしたような体験をなさるしかないですね。それしかないですね。あの、例えばね、 まあ、勉強会に置いてくださいとは言えませんけれども、その勉強会に来てくださった方たちがですね、いろんな開講を目の当たりにご覧になったわけですけれども、そういうことをやっぱり自分で直接的に経験して、そしてそれがですね、まあしばらく熟成期間と言いますかね、潜り込んでお潜り、心の中に潜り込んでいて、そしてそれが、まあ、やがて、まあ、固まってですね、そして、 最後の0.00001%が消えるという状況になるということですね。ですから裏を返して言うと、焦らないで、ね。あの、昨日ね、コメントくださった方には申し訳ないんですけども、おそらく私がここでね、今日一日特集を組んで、その方に見せたところで、まあ、その方が、まあ理解はしていただけると思うんですけども、私が思っているような、 点と転んだような状態になるっていうことは、これはできないわけですからね。そこまで期待することはできませんし、またその人自身もですね、まあ、そこまではやらない、まあ、やらないいうことですね。まあ、しないだろうし、まあ、時間がかかるだろうなというふうに私は思ってますのでねその。その方自身もですね、時間がかかるんだということを納得した上でですね、まあ、どうか気長に私の動画を見ていただければ嬉しいです。ということでですね、まあ、今日は今朝そんなことを考えましてね、 そういえば僕は以前はね、0. 0.1%、0.01%の穴があるがゆえにね、その自分自身の穴を埋めるために毎日毎日動画作りをしたような思いが、思い、覚えがあるんだけども、今その振り返ってみるとですね、自分自身にその、まあそうした、その穴のようなものがない。どっんとまあ落ち着いておられるのはなぜなのかなというふうに考えたときにね、まあふと結論的に言えばですね、要するに要するに要するに簡単なことですけども、 時間がかかるということですね。はい。これは、あの、どんな場合でもそうですけどもね、精神的な問題、あるいは心理学的な問題、あるいはいろんなも、その問題、あれる問題がそうなんですけども、心の問題について言えばですね、意識も心の問題ですから、あの、時間がかかるということですね。決して、請求に、まあ、慌てて、請求に結論を出してはいけないということですね。まあ、私の方も、まあ、皆さんのことをね、考えながら、 気長にこれからも考えていきたいと思います。ですからね、まあよく似たような動画がどんどん出てきますけども、まあ、不愉快に思わないで、どうかまたご覧になってください。ということで、え今日は、まあね、心の変化について少し考え,考えてみました。では今日はこれで失礼します。バイ